どうもタブヤンです。今回は単発実況ザ・ジグソーパズルやってみたいと思います。プレイステーション1の、ソフトですね。2000年発売。やってみましょう。シンプル1500シリーズボリューム51エンドレスでやってみたいと思います。お一人様でピース回転あり。何のこっちゃわからん。やってみよう。あ、選べるのかい。もう絵柄がバレてたけどああ何これ。今のペンギンをん、ここわ自由に置けるの。それはあ、三角ボタンで向きを変えると。あ、左上の絵を見ればいいんだね。今気づいたわ。この辺かな。とりあえず仮に置いてみようか。あ、違う、間違った。仮に置いて、何今の OK マークみたいな。え、合ってれば教えてくれるのかな。もしかしてそういうことかな。これはなんだ、ペンギンの手か。え、わからんね。とりあえずここに置いて。これは端っこだけどここではない。ここっぽいな。 OK、 これ邪魔。これは黒いからこの辺違うな。この辺違う。これがすっごいかつてない地味な実況になっておりますここかな。あ、 OK もらいました。これはえ、おな顔の部分、これちょっとわからんな。保留あ、これは角っこだよね。まず四隅をね決めちゃえば全然いけるんじゃね。あ、これ違う。ここ、あ、 OK で四隅を取ってから端っこを攻めていく。これもちょっと分かんないな。これペンギンの本体ここ。 OK もらうと嬉しいねこれはちょっと分からん。これ端っこだよね。こことかは違う。あれ、ここか。 OK もらいました。ん、これが右上ここかな。あ、 OK っていうことはこれは違うのか。ここか。あ、 OK ここ違う。ここか。よし、できてきたね来たよ来たよ。ここか。 OK、 あと3つ。ここ、あー、なんか完成しても分かりづらいペンギンだなこれここ OK で、これがここ。よし、できた。あ、時間計ってるの3分45秒でした。いかがだったでしょうか。ペンギン
同じ設定で、はい、次行こう。セーブ後でいいや。はい、さあエンドレス。あー、これ次のページには行けないのか、これね。風景画っぽい、これでやってみるか。おー、いい風景ですね。青い空青い空、ここじゃない、ここでもない。あれ、実は一番上じゃないってことか、これここか。あれ違う、保留あれ一番角ないのか、四つ角。あ、これここかな。はい、 OK もらいました。ちょっと3分以内目指したいね、これ。こうか、 OK。 じゃあこれ、この横か、ここか。よし、いいぞ青い空、これなんだかな、真ん中だよね、これ邪魔だよね。整理整頓大好きなんだけどな。これこの辺り、ここか、これちょっと違うか。あ、 OK なの。ちょっと薄いかと思ったけど、これはここかい。 OK、 これここかい。よし、来たぞ。これここだよね。よし、青い空完成。これちょっとわからない、まあ、あと空が残ってるやつ。あ、これ違うのか。ん、ここだよね、空が残ってる、これ。あ、これ違うのか、横こうか。よし、上の部分できましたよ。あとは下から攻めますか。家があるよね。この辺か。よし、これが、これ分かる、これ家から攻めようか。家ここだよね。よし、でこれも家の部品が OK。 なんか完成しても分かりづらいね、これ。これ四つ角、ここ、あっちゃちゃごめんねここあれ違うのか、あれ、あ、ここじゃないの。ちょっと待って、こうか、 OK。 あと角があるはずだから、 OK。 よし、これが端っこだから、いや、4分の 4×4 もういけるんじゃない、これね。あ、ちょっと待って、これで、あー、ギリギリ2分59秒、3分切れた、 OK。 もう卒業でいいんじゃない、 4×4。 いいえ、さあ次ね、もうちょっと大きいやついこうか。これね、 6×6 でいこう。ん、この先のやつは見れないのかな。全部クリアしないと違うピクチャーはいけないのか、多分そういうことだね。おっと、ここを選ぶことはできない、できないみたいです。じゃあどうしようかな、猫っぽいこれにする、こっちにしようかな、これにしようかな、猫っぽい、白黒だし分かんないけど。あー、猫じゃなかった何こいつ、ネズミちょっとぐちゃぐちゃじゃん。これ角っこか。これここかな。OK。赤いのがあるから、この辺？手があるしね。
この端っこから攻めないとこれ難しいよね。あ、これは横だね。あーっとっと、ピースの回転もあるからな。 OK。 顔があるけどちょっと操作しづらい。このタイムが見えなくなるのはちょっとごめんね。これが赤いからどこだろう、これ下この辺違うな、こっちか、違う、のどかでいいね。ここじゃないのか、この上か。あ、違うの、嘘、ちょっと待って、保留。うえー、赤いとこ以外なんか目処が立たないね。これ右上だね、ここ。よし、でこの赤いやつが、これ右端かな。よし、右端、黄色っぽいのこっちに置いといて、うーん、邪魔邪魔。これは どこだろう、白いからここ。 OK、 これが下の列、ここじゃない、ここでもない、ここか。よし、あ、これじゃない、これがこの間。よし、このちょっと明るい方の赤はこっちだよね、ここかな。よし、じゃあこれどこなんだろう、この間か。あ、違うね、じゃあここか。よし、こっから難しい、この黄色い。 OK、邪魔だな、自分で置いて邪魔だな、これ。まだ赤いのあるよ、赤いのを先にやっつけてしまいたいな。結構自然界の色ってねえ、地味なようで色分かれてるんだよね。おいおい、時間かかりすぎだぞこれ。あ、これ置きづらい、これ赤いの、これどこ、ここ。よし、いいぞ、これは四つ角。よし、もう四つ角終わった、あとは上角とか下角名字みたいだけど、下角さん、左角さん、その辺から攻めてくる、いくか。これ黒いの何なんだろう、ここかな。おお、やった、もうタイム邪魔これ上っぽいね、ここか。よし、いいぞ、黄色、これ、あ、黄色取りたいんだ、これ上だよね、ここ。よし、頑張れこの顔っぽいやつを作りたいな。違うのか、顔顔顔、結構切れ端がこれシビアな、ね、感じだよね。全然顔できてないなこれ、難しい。黄色から攻めるか、ここ OK、 顔邪魔、黄色、よし、やったこの黄色のもじゃもじゃ、違うか、黒っぽいから違う、難しくないもうちょっとでギブアップっていう声が出そうになるけど、この辺、あ、これ角じゃん、これじゃあ左角さんだから、ここ。よし、あとは角さんはどこにいる、ここ、これ
時間制限とかはないんだね。好きなだけ遊んでくださいっていう感じなんだね。エンドレスってそういう意味だよね。お手手とかないの？これ、ちょっとこれ邪魔だな。のけようか、一回。落ち着いて。うわー、まずこの黄色っぽいのを全部やっつけたいよね。これ難しくない？違うなあ。あ、これ端っこか。ん？分かりづらい。端っこではないのか。スコアとかも見なくていいよね。この黄色っぽいやつが。何この地味さ。何？違うな。ふう、よし、決めました。10分でギブアップしよう。そこまで粘るんかいって。これ難しいわ。これか、端っこ。ここ。よし。でウィーンってなってる感じの、黄色っぽいのだけこの上に集める。なんか下に重なってあったりしない？これ黒いっぽいのがここ。違う。こうか。違う。こうじゃない？あ、違うの？あ、違う。違うみたいです。黒っぽいの違う。八方塞がりだ。あ、来た。一個来ましたぞ。草草。俺これをなんか拡大できないの？できないのか。小さくない？ちょっと見づらいわ。これあ、いけた。ここなんか黒っぽい手とかそんなんじゃないのかな。わかりづらいね。大きさ、あ、これよし、いけた。このネズミの手がどれかもわからない。おー、ラッキー。運が向いてきました。あ、いけた。この下、この草はこの辺り違う。これちょっと違うな、形が。なんかちょっとついてるもんね。ここ違うな。うわー、むずい。あ、もう10分か。ギブアップか。動画編集したいと思います。やっとここまで来ました。15分経過。いや、難しい。やっとラスト1個。これね、ちょっとなんか上の写真とちょうどこの目玉のね、ポイントとなるとことかが区切れてて、
分かりづらいぞあとね、操作性が結構この十字ボタンのちょうど止まらないんだよね。ここに文句ばっかり言ってますできた16分。ジグソーパズルはやっぱり、あーほら綺麗な絵になるとなんかね、ジグソーパズルにするとちょっと、ジグソーパズル用というより写真をジグソーパズルにした感じだねということでいかがだったでしょうか。ジグソーパズルはやっぱりリアルで触りたいですね最後までご視聴ありがとうございました。ザ・ジグソーパズルでした。シンプルシリーズね、これからも、機会があれば遊びたいと思います。それではまた、さよなら。